今日は皆さんに3つのビーム型タンクを紹介しよう。第3位、雷帝の破壊者。通常攻撃は稲妻を放ち、敵の間で跳ね返り、大勢の敵を簡単に倒せる。第2位、レーザーの聖竜。最大で5つの聖竜砲を同時に使用でき、神竜を召喚して敵に壊滅的な打撃を与えることもできる。第1位、百姓の将雲。通常攻撃は貫通レーザーで吸血効果もある。通常攻撃を強化すると無数の長槍が自動的に発射され、敵に強大な貫通ダメージを与える。どのタンクが気に入った？早速ゲームをダウンロードして試してみよう。